味わいですね。最近の人参みたいな、もう最近の若いやつらみたいな、言う人いますけども、まあ、この場合、最近の人参はって話で、まあ、最近って言ってもですね、昔すぎるとですね、非常にワイルドな話になってくるので、60年代の、ぐらいから、ちょっと、比べてみるとという話をしてみたいと思います。60年代、70年代、80年代、90年代と、まあ、2000年に入ってくるわけですけど、本当にだんだんとですね、独特の香りっていうのが、弱まってきて、甘みがかなり増えてます。で、カロテン量、早速出てきましたけど、このカロテン量っていうのは非常に、高くなっています。でもその分ですね、これなんでかっていうと、まあ、独特の香り苦手な方が多かった、多い、未だに多いっていうのもあるので、これは減らそうと。で、食べやすいように甘くしようと。で、健康にいいためにカロテン量を増やそうというように、前回の話でちらっと話したんですけども、品種改良っていうのを非常に、まあ、まあ、ポジティブにですね、してる、食材の一つですということなので、まあ、ちょっとしたデメリットとしてはですね、その他のですね、栄養成分っていうのが若干減少傾向にあると、いうことですね。本当に昔のですね、ソバージュ、ワイルドな、人参とか、昔の明治時代とかの人参、育て始めた人参ですね、に比べるとやっぱり、バランスはちょっと偏ってるんですけど、その分、食べやすくカロテン量が多いということですね。はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポ。